皆さんおはようございます。淡井圭介です。本日2024年、8月の、定時、10月の31日、朝の8時15分です。ドジャースの、3回戦の時ですね。ワールドシリーズ、4回の、スクイーズの場面なんですけども、まあドジャースの選手がバックホーム、まあホームへ、走塁していた時なんですけども、そのキャッチャーの方がバックホームの時に、まあ足で、まあブロックしている状態だったんですけども、まあスローモーションで見たところ、左手がその足の下に、入っていましたので、多分まあセーフだったんじゃないかなと思います。まあセーフだった可能性が非常に高いと、いうことです。で、まあその裏のヤンキースの攻撃の時なんですけども、ツーアウト、ランナーの二塁の時に、レフト前ヒットの時に、まあ心の声で、バックホームということを、レフトの選手にしっかりと伝えてまして、好返球をされていて、ホームでアウトに、できています。で、まあこの辺のところなんですけど、その前のもしかしたら、審判のジャッジのところが、まあコンピューター判断のところで、まあ本当のところは、政府、まあコンピューターさんにしかなかなかわからないことですけども、まあその辺のところは影響している可能性があります。あと、まあ、第3試合に関しては、4対0で、最終回まで来ていたと思うんですけども、コペック投手の時にホームランを打たれてるんですけども、あの時は、こちらからの頭の中の供給が、全くいってない時ですので、まあ、あんまり気にしていただかなくて、結構かと思います。まあ、途中から頭の中の供給の仕方なので、まあ、ちょっと、まあ、しっかり渡しにくい状況があったので、途中で、つながる方法を使用しました。それで頭の中の供給とかをしてたんですけども、やっぱりこう画面がいろいろ変わったりとかしますんで、まあ、その辺のところの影響があったのか、まあ、頭の中を本来渡せているはずなんですけども、まあ、頭の供給が、一切遮断されている状態になって、で、ホームランを打たれています。まあ真ん中の方にボールが行ってしまっていますので、まあいつもコントロールを中心に、頭の中をピッチャーの方には、お渡ししていますので、まあその辺のところが影響があったんじゃないかなと思います。それと、昨日の試合なんですけども、まあ3勝0敗ということで、あと1勝すると、ドジャースの皆さんが、優勝という場面で、幸先よく、最初の方のイニングで、1回だったと思いますけど、フリーマン選手が、ツーランホームランを打って、まあ、2対0で、試合が進みまして、ヤンキースさんからの反撃を被りまして、まあ、満塁ホームランを打たれた時ですね。まあ、ここ近日ほとんどの日は睡眠時間が4時間か5時間ほどでした。で、まあ、その前のクライマックスシリーズの頃もそうだったんですけども、まあ、こちらもちょっと疲労がだいぶ、溜まってまして、まあ、その瞬間も、まあ、ある程度眠気が来てて、まあ、体の疲れだとか、そういったところからもう一回ちょっとテレビ見るんやめて、まあ、倒れ込んでいました。で、まあ、その時、まあ、以前の、ポストシーズンの時に、まあ、大谷翔平選手が寝といてって言ってたワードとかもありましたので、まあ、その寝転がっていた時に、まあ、5対2だった得点が、まあ、4対6のところまで、ある程度、
2点差ぐらいまで詰め寄ってましたので、まあ、その辺のところも何がいいのか悪いのかっていうところなかなか判断難しいですので、まあ、一応自分なりには対応したつもりだったんですけども、まあ、その後、11対、4でしたでしょうか、まあまあ、その時もまあ、電波からのマドンさんからの声で、まあ、別の方法があったんですけども、まあ、そっちの方を、使用して対応しようとしたんですけども、まあ、うまく、機能していなかった、まあ、機能したのかもしれませんし、そうじゃないかもしれません。その、まあ、その辺のところは、得点だけを見ても昨日の試合自体が負け試合だったとするのであれば、まあ、どうせならたくさん、得点を今まで取ってきた分取られていた方がというようなことかもしれませんし、まあ、ちょっとその辺のところはよく分かりません。で、まあ、本日に関しても、天の神様への、安全のお祈りもしますし、今日、ドジャースさんの方について、しっかりと、全力で、勝ちに行きたいと思います。以上です。まあ、今日の試合が、第5戦目です。以上です。